うですか、おうどん。おいしい。焼きおにぎり食べてます。おいしいです。三好のもののけミュージアムを主に使ってやられているところがやっぱ人が集まりそうだと思います。三好に引っ越してきて、まあこういうのがあったらいっぱい交流もできていいなって思いました。最高ですね。僕は岡山に住んでるんですけど、三好に帰りたくなりました。いやー、来てよかった。美味しいです。イノシシ汁、安くて美味しいです。食べたことないものがあるので、はい、珍しくてついつい買っちゃいますね。風も強くて寒いんですけど、まあお客様たちがあったかいんで心が温かくなってとてもいい気持ちになっております。もっと天気良かったら気持ちよかったですけど、でもいいですね。普段あまり親しむことがない川の近くでこうご飯を食べたり、皆さんと一緒に話をしていただけて、こたつとかも出ていますので、なかなかできない経験をしていただければと思います。こういったイベントはですね、結構もっともっとあっていいかなって思います。はい。
それぞれのイベントで人が来るのは分かってるんですけども、こういった、一緒にすることで街歩きをしてくれるっていうのがとてもいいことかなと思ってます。1回で終わらず今後ずっと続くようにですね、中国地方 もしくは日本全国いろんなところが来ていただけるようなマルシェになっていければなと思います。